かっこいいって分かってるんで、うん、だからまあそのイベントとかで、うん、なんだろう、もう女の子の出演者とかをもうなんか、うん、食っちゃうよしみたいな、よしよし、あ、嬉しい、やるがもうそれがもう大半なんや。そうそうそう。じゃあエルモぐらいかっこいい人がいっぱいいんの？地獄じゃん。すごい、マスクやばい。俺ら並んだら無言で帰る。喧嘩するよね。ちょっと普通に。はい、おもちゃ、はい、おもちゃ。私どこもやってたんだよねーっていうやつ、大体モデルじゃない？どういう意味？あんまり意味が分かんなかったけど。どうもしれないけど、だからモデルとドクモは違うよ。自称がドクモ、うん、本当のモデルさんはモデル。わかる？以上。じゃじゃあ読者モデル、みんな可愛いしかっこいいと思います。やる気ぐらい。俺もそう思う。じゃあ俺もドクモ。どんの？なんの？今日はそんなドクモをね、呼んでみましょう。いるの？早っ。だけ呼んであるの？村上ダニエル・エルモー。それ長い名前が村上ダニエル。いや、まあ、本当にいいよ。すいません、エルモって言います。自己紹介お願いします。はい、誰？エルモって言います。何それ、おもんないな。ドクモ時代があったんだよね。そうそう、もともとドクモをやらせてもらってて、その時の名前がエルモ。そうですね、まあ今もエルモなんですけど。やっぱかっこいいよな。どう思う？どう思う？あのね、うちのホストクラブに入店してきたんです、彼。あら。で、入店したと思いきや、うん、なんとフォロワー3万人、普通行った。え、そんなにいんの？はい、やばっ。で、なんかよく分からず毎日なんか変な指名の人が来るし、ファンですみたいな、ね、お前何、誰なんて言ったら、なんかまあ読者モデルをね。へぇー、ね、ソロ？いや、違う、関係ないから読者モデル。いやいや、ちょっと実際、いや、そこ大事、大事男として。俺はソロ。俺はソロ。知らねえから。ということで、今日はドクモからホストになった理由、うん、そしてドクモの裏事情を聞いていきたいと思います。おー、楽しそう。教えてくれんの？なんでも言います。なんかさ、ドクモってふわっとしてない？うん、なんか分かんない。まずそのなんて読むかも分かんなかったあの感じ。え、なんて読んでたの？いや、読めなかった。なんだろう、読むも、読む、何もなんだろうと思ってます。あれ、読者モデルの、そう、それ読者モデル、略してドクモ。調子こいてんな。いや、早いな。え、早いな。そう、ちなみにこの読者モデルっていうのは、なるきっかけっていうのは何だろう？声がかかる。きっかけは、あ、基本的にもう、ツイッターのフォロワーが伸びちゃえば、もうドクモになります。なんか、そう、フォロワーが伸びて、その、まあ、例えば雑誌の編集者から声がかかる。じゃあ、DM が来る。大丈夫、ホストには声来ないから。ホストって言ったら来ないっす。あ、全然ないよね、ないよね。そうなんや。へぇー。じゃあ、一番最初のこう出た雑誌はいつ、どのぐらいの年の時出たの？ああ、それはでも16歳。うわ、高1や。早いよ。高1年生。もう生まれつつ、生まれついたモテ顔なんだ。でもだって、この日本人でこんな顔いないもんね。意味わかんない。何人なんですか？全ペルーとイランと日本が入ってる。うわ、すごい。そんなびっくりする。すごいすごい。あ、じゃあ聞いていい？ドクモに、はい、お金はもらえるの？あ、確かに確かに。あ、ぶっちゃけ言うとあんまもらえないんです。もらえるはもらえる。まあ、もらえるはもらえますけど、まあ、ほとんどの人がバイトしながらだったり。ああ、そうなんや。俺らもそうだしね。うん、え、バイトしながらホスト。してないし。バイト。あ、YouTube。バイト。バイト。バイト。こっちがバイト。お前の意味。ほぼ自己満ですよね。で、そっから自分をブランディングして、まあ、雑誌に出ましたっていう、ただその経歴が残る。ステータスがね。いや、そうそう。じゃあ、俺がドクモって。カッコつけてるから、モノマネとかできんじゃろ？そんなイケメンいじめ始まった。怖いな、やっぱり。まあ俺はできるよ。何かやってみとるやつね。じゃあさだまさし。無事な。簡単な、なんかもうちょっと簡単なやつ。簡単なやつ。ちょっと食パンマン。え、ドキンちゃう。そんなボス聞いた。あ、ごめん。いや、もうできるのみんな知ってるから。君たちはいいの。俺さ、素朴な疑問なんやけど、読者モデルってやっぱ誰でもモテてんの？もうたぶらかしてる人が多いっす。へえ、やっぱそうなんやね。女をなんだろう、もうやっぱかっこいいって分かってるんで。だからまあそのイベントとかで、なんだろう、もう女の子の出演者とかをもうなんか食っちゃうよしみたいな。へえ、あのがもうそれがもう大半なんや。そうそうそう。じゃあエルモぐらいかっこいい人がいっぱいいんの？地獄じゃん。すごい、マスクやばい。俺ら並んだら食う。日本で帰る。
喧嘩するよね。で、その読者モデルからこうホストになった理由は何の？うんうん、あ、理由はでも普通にやっぱこれか、うん、借金。やっぱこれか。借金モザイク入れとけ、モザイク。これか。あ、でもまあ普通にお金がないっていうのと、うん、あと読物も波が回ってきますよね、今 YouTuber とか。え、思う。で、なんかさ、昔さ、竹蔵さんって知ってる？あ、知ってます、知ってます。メンズエッグの。そう、メンエグが全盛期だった時ってさ、はい、読者モデル全盛期じゃん、多分。そうそう、あそこでも、ね、まあ、俺もそれで本当になりたくない。そうだよね、憧れたんです。俺、竹蔵の髪型真似してたもん。あ、俺もしてましたね。はい、エロいページあるよね。ありますね、あれも。 ELO もあるよね。あれ、美容、美容室で見るときあれ、マジで。あ、最後のページでも見ちゃうよね。見ちゃいます。へー、いや、すごいかっこいいもん。俺いつもね、店で話してるとかっこいいなしか言ってないもんね。俺も言ってるんですか。かっこいい、かっこいい、ね、ありがたいことに。いや、本当にね、なんかこの顔でちょっと男らしいんですよね、そしてね。しかも、なんでこんなにお前を推してるか知らないけど、俺らは、うん、ただ、いや、普通にかっこいいから。なんか、ムカつくとこがない。ない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 、いいやつだけムカつく。じゃあ、元毒物のエルモ君にいろいろ聞いてみたけど、はい、あのね、ちょっとやってみたいことが一個あって。何？毒もってさ、まあ、やっぱ俺ら一般人、うん、で、毒もってまあ一般人だけど、ちょっとまあ、うん、本業というかモテる人、ね、まあまあ、本業じゃん。で、この4人で、ちょっとまあ先に俺とジャスミンとリックンで、うん、まあ、好きだよっていうワンフレーズを、ね、急に決めるね。そう、言って言って、だ、ちょで、エルモにも言ってもらって。でも顔で選ばれるぞ、多分。いや、100だから、ま、俺らホストだから。まあまあまあ、いや、負けねえから。言い方で勝てるし。言い方で、言い方で。わかったわかったわかった。好きだよのこの4文字で。なるほど。で、皆さんは何回言ってるの。マジで何回言ってたよ。皆さんは下のコメント欄に今ね、ジャスティン、リック、わかるわかる、もうエルモって書いてあるので、できれできれ、一番かっこよかった人にいいねを。え、かっこよかった。怖いな。あ、そう、かっこいいの言い方。かっこいいはもう決まってるよ。顔、言い方、顔、顔、言い方全部。雰囲気、言い方、言い方全部含めて。ボケるのなしね。かっこいい人に一人だけグッドボタンをお願いします。それではどうぞ。じゃあ、さっさー、ゆーゆー、いちいち好きだよ。いきますよ。好きだよ。サンサン、2211好きだよ。サンサン、2211好きだよ。あー、いやね、いやー、俺的にはジャスが一番良かったな。俺的にはリックンが一番良かったな。最近ね、俺ジャス好きなんよ。いや、そらそら、なんかその設定、うん、そのちょっと、論文のアーチ意識してるのかな。あんま言わない。あんまディスらんといて。いやいや、意識してないし。いやいや、似てるもん、ちょっと。いや、ディスらんといて。ここら辺やん、男っていうところが。男や、みんな男や。無理する。ここ触って無理すんだもん。何なの。そういう設定してるし、捨ててるやん。まあ、ということでね、毒物生態をちょっと変えよう。毒物生態ね。まあ、あれだよね、載せとくだけで再生数伸びるだろうね。顔言っちゃったよ。まあ、いろいろ聞いてみましたけども、うん、どうでしたか。まあ、イケメンってずりーなと思った。確かに間違いない。やっぱホストと毒も、やっぱイケメン、まあ、ただ男気だけは負けてないと思う。あ、俺らがね。いや、俺は、うん、お前は自分で言ってよ。俺はだってあれは負けてない、なんだろう、え、何回、キノコヘア。いや、違うよ。ジャスティンも負けてないのか。俺も負けてない。どこが負けてないの。方形さ、おい言わすなよ。あ、ごめんごめん。方形さが勝負ないよ。お前はあんのか、なんか。なんかあんのか、なんだろうな。ほら、あれなんかあんだろう。なんだよ、でかいんか。でかい。でかいっす。サンサン、2211好きだよ。あー、こういうやつ。そうよ、この流れ。ガチです。じゃあ、さんさん、2211好きだよ。おー、ちょっとクールなね。ちょっとオラオラ、オラ、いいっすか。いきますよ。好きだよ。はい、ってことで、じゃあ、エルモ。じゃあ、エルモ。いいっすか。うん、結果ね、結果。さんさん、2211好きだよ。
ずりーよな。はい、いや、はず。